伊藤美希です。チャームポイントは下まつげです。見えるかな、下まつげ長めです。私は小学校中学校の6年間でバスケットボールを6年間やっていて、あと高校に入ってからは2年間 SK48 に入るまで陸上を続けていました。陸上では 400m と 800m を専門としていて、あとマイルリレーとかも走ったりしていて、すごくマイルリレー好きでした。たまに冬の駅伝シーズンには3キロも走ったりしていました。バスケットボールで、どうしようかな、じゃあハンドリング、じゃあ普通のハンドリングだと面白くないので、パレオはエメラルドを踊りながらさりげなくハンドリングを入れたいと思います。できるかな、いきます、せーの。パレオはエメラルド、腰に巻いた夏、海の色を映してる。パレオはエメラルド、血が出ます。普通のテンポより100分の1ぐらいの速度なんですけど、パレオはエメラルド×ハンドリングでやってみました。私は柱担当になりたいです。なんか身長が高いので、例えば集合場所の目印に使ってください。10期生の石塚瑞希ちゃんとダブルセンターになりたいです。今日はその石塚瑞希ちゃんとなりたい理由とかいろいろスケッチブックに書いてきたのでお話ししたいと思います。もしダブルセンターに石塚瑞希と伊藤美希がなれたら、もしダブルセンターに石塚瑞希と伊藤美希がなれたらということで、公約を10個考えてきました。紹介したいと思います。まずは1つ目、の前になぜ石塚瑞希とがいいのかっていうね、疑問を抱く方もいると思うので、今日は石塚瑞希ちゃんと運命を感じる瞬間をまとめてきました。まず1つ目、10期生で唯一の同い年です。次、愛知県出身が同じです。はい、次、これはとてもすごく運命を感じる瞬間なんじゃないかなって思います。イニシャルは MI です。石塚瑞希伊藤美希で MI です。これはもうね、運命感じちゃうポイントだと思います。そして最後は結構本当に運命感じるやつで、共通の友達がいるんですよ。実は私がオーディションの時にショールーム審査があったんですね。その時に先に石塚瑞希ちゃんがいて、あれ、なんか見たことあると思って、まあでも違うだろうなと思って、でもすごい友達の友達に似てるなって思ってたんですよ。あの可愛い子だなって似てるなって思ってて、まあでもその日はそのままで終わったんですけど、合格してオリエンテーションみたいな日があったんですね。その日に頑張って勇気を振り絞って、もしかしてって聞いたら、ってなって、もう2人ともね、共通の友達がいるということが判明しました。前振りがとても長くなったんですが、やっと次は公約1つ目を発表したいと思います。じゃん、お礼配信をする。そして髪型はおそろっちでしたいと思います。公約2つ目、初ツーショットをツイッターに載せるです。はい、先日10期生のツイッターが開設されたんですが、そこでね、初のツーショットをあげたいなって思います。まだ実は初めて撮ったツーショットをどこにもあげてなくて、全然なんか温めて撮ったわけじゃないんですけど、偶然2人ともあげてなかったので、ここでもしダブルセンターになれたらあげたいなって思います。ぜひお楽しみにしててください。
3つ目、ツイッターでツーショットを18枚載せるです。2人とも年齢が18なので18枚にしました。4つ目、募集した曲でカラオケ配信をするです。はい、ツイッターとかツイッターとかショールームでファンの皆さんから募集して2人でセットリストを決めたりして配信できたらいいなって思います。次、5つ目、制服配信です。はい、これは皆さんが大好きでベスト3の好きな四字熟語に入るぐらい好きなんじゃないでしょうか。制服配信どうですか。制服ですよ。はい、ここにもね書いてある通り、私たち LJK ラスト JK で高校3年生なんです。今なのでコスプレになる前に制服を着ておこうということで、制服配信できたらいいなって思います。次、6つ目、ピノを100個食べるです。はい、これも結構個人的にやってみたくて、普通に日常生活で私ピノ1個しか買わないので、まず2つ目からもうびっくりなんですけど、大食い系は YouTuber さん見ててすごく憧れだったので挑戦してみたいなって思います。次、7つ目、タピオカビッグサイズを飲みきるです。次、8個目、禁じられた2人を披露するです。はい、これは結構ファンの方から見たいっていう声が多かったので、ここで叶えられたらいいなと思って入れました、公約に。はい、ここのね、米印にこだちにあさもやって書いてあると思うんですけど、10期生の一部の中では禁じられた2人のことをこだちにあさもやって呼ぶんですよ。なので12周年の時にユニットをやる機会があったので、その時に青木りかちゃんと石塚みずきちゃんが禁じられた2人を披露してたんですけど、その時に小立ちに朝もや練習しようって言ってたので、10期生の一部の中では小立ちに朝もやって呼ばれてます。次、9個目、お互いの服をコーディネートするです。石塚みずきちゃんはねとても可愛いので、もうもっともっと私が可愛くできたらいいなって思います。はい、ラスト10個目は個人の公約にしました。ここまでは2人同じ公約なんですけど、2人でやる公約なので、ラスト1個は1人で個人で決めました。発表します。でん、料理配信をするです。はい、もうこれは頑張りますの一言に尽きるんですけど、私今まで結構配信の方とかで料理配信やってほしいっていう声が結構あったんですね。でも本当に断ってきて、料理できないことはないんですよ。私混ぜる系の料理が得意で、納豆とかフルーチェとか、あと春雨スープとか、あと最近何ができるようになったかな、最近レンジが使えるようになったのと、あとお湯をね沸かす、お湯を炊く、どっちかできるようになったんですよ。なので結構料理の幅は広がったのかなって思うので、まあ皆さんこれからシリアルナンバーを入れたりしてすごく大変じゃないですか。なので私もその皆さんと一緒に頑張ろうっていう気持ちで料理配信をしたいと思います。はい、最後に私たちミーミキの2人でこのティーンズユニットに参加するにあたってのハッシュタグを決めたので紹介したいと思います。はい、ハッシュタグミーミキをダブルセンターへです。このミーは小さい文字、小文字です。今日のこの動画とかの感想とかもこのハッシュタグをつけてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、私は SKE48 に入る前からアイドルがずっと大好きで、特に48グループさんが大好きだったんですよ。それで私の今までの歴代の推しの方たちはファンの方にもスタッフの方にも恥ずかしがらずにちゃんとありがとうを
伝えられる方たちで、すごくその姿を見て勇気もらったし元気もらったし、とてもすごく癒されました。なので私が今度はそれを返す番なのかなって思うので、常に感謝の気持ちを持って、ステージ上ではキラキラした姿を見せれるアイドルになりたいです。頭だと思います。はい、頭です。3、2、1。嫌だ嫌だよ。私ビリビリペン本当に苦手で、本当にちょっとどうしよう。ビリビリペンどうしよう。パスしたいんですけど、本当にいなくて、ここ誰も助けを求められないのが悲しいです。どうしよう。私は基本的にすごくマイペースで、よく人から何でも遅いねって言われることが多いんですよ。なんか食べるのも夜ご飯とか1時間かかるし、あと片付けも遅くてよく同期待たしちゃうし、よく何でも遅いんですよ。なので今日はその遅い感じを表現したいなって思います。痛い。いきます。映るかな。はい、じゃあ遅いのを表現します。はい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 、ありがとうございました。はい、でもそんな私もやるときはやるので、そのやるときはやるぞっていうのを見せるためにこっちからカメラまで全力で走りたいと思います。ウサインボルトさんになったと思って走ってきます。いきます。いきます。せーの、イエイはい、とても速く走れたと思います。 50m 今5秒出ました。はい、ありがとうございました。以上で伊藤美希は終わります。伊藤美希でした。ありがとうございました。バイバイ。絶対1位取るぞ。バイバイ。ありがとうございました。